はい、皆さんこんにちは、村長スタジオです。今日もまた一緒に勉強していきましょう。プラグインでは有名なプラグインアライアンスのブレインワークスバージョンの中にクリスピーチューナーという面白いソフトが最近できました。今日はこれを勉強していきます。今までピッチの編集ソフトといえば、僕の場合はもうメロダインを数年間使っています。そしてもうそれがいいものなりと思いながら、このブレインワークスのクリスピーチューナーも発売と同時ぐらいに購入したんですけれども、正直あまり使っていませんでした。でもしっかり見直してみるととっても便利なソフトなんで、今回は日本語解説というのは多分ほぼ皆無に近いんですけれども、僕の方で少し解説を進めたいと思います。まず立ち上げたらこのような画面になります。画面のサイズは自由なサイズにできますので、画面の右下で大きさをこのように設定できます。今日はなるべく大きい方が見やすいですので、このように大きくしておきます。そしてまずは楽曲のキーを決めます。ここでどれぐらいピッチを合わせていくかということをやりますが、右いっぱいに振っているとケロケロボイスに近くなる場合もありますので、ちょうど頃合いを見て設定をしましょう。今日も千田さんのデータでさせていただきます。そしてこのスケールは今 C のカスタムとなっていますが、基本的には C のメジャーということにしておきますが、変則的に例えば C7 のようなコードが入ってきて C のフラット、ここですね、これが追加になる場合がありますので、そういう時はこういうふうに音程を追加しておくのもいいでしょう。まあ今日のところはこのままやりたいと思います。もしくはキーは C だけれどもクロマティックということで黒鍵も全部しておくのも悪くはありません。じゃあこれでやっていきましょう。まずは大きく分けて、ここにシンプルモードとアドバンスド、そしてグラフィカルという3つの大きなモードがあります。最終メロダインやバリオーディオ、そんな感じに編集するのにはこのグラフィカルモードがいいのですが、単純にこのプラグインを入れていわゆる掛け取りというのをするような時にこれでやるのもいいですし、ライブなんかで音程の正確さが苦手なシンガーさんの場合はこれをライブ用のパフォーマンスに使うこともできます。それを頭にも置いておいてください。じゃあこれでちょっとチューニングをしてみます。風に帰ろう、流れのままに立ち止まることなく、人に幸せを。もう少し合わします。風に帰ろう、流れのままに立ち止まることなく、人に幸せを。このようにして簡易のピッチ補正というのができるのがこのシンプルモードというものです。そしてアドバンスに切り替えます。こういう風にするともう少し細かな設定ができます。これはどういうことかと言いましたら、一番左側のダイヤルはトランジションということで、ピッチの補正がかかるまでの時間です。最初はこのように0ミリセカンドになっています。いわゆる瞬間に音を合わすということです。そうすると、これもケロケロボイスになりやすい。それがありますので、ここでちょっと余裕を持たせてあげるというのも一つです。そして、
ここはタイトネスです。これは右いっぱいに振って速度が速いとき、いわゆるゼロミリセカンドのときは、そのピッチがフラットになります。そしてこれを遅くしていくとピッチの変動が大きくなります。そしてここが先ほどと同じコレクションです。このダイヤルと全く同じようなものです。これで先ほどよりももう少しシビアな部分を見ることができます。ちょっとやってみましょう。風に帰ろう流れのままに立ち止まることなく人に幸せをバイパスします。風に帰ろう流れのままに立ち止まることなく人に幸せを。はい、これがアドバンスのモードです。ここでより正確にするためにクリスピーチューナーは倍音などを認識間違いするときがあります。そういうときはここでシフトキーを押しながらもうここは検知してはダメだよみたいなものを設定することができます。こういうふうにですね、どの辺のところを認識するのかを決めてあげます。風に帰ろう流れのままに立ち止まることなく人に幸せを。ここではトランスポートというようなものがあります。これで例えば3度上げとかいうようなこともできるようになっています。ちょっとやってみましょう。その時にはキーの設定などもいいかを再度確認しないといけません。例えばここをクロマティックでやってみます。するとこんな風になります。風に帰ろう。はい。こんな風にすごく音痴に聞こえましたよね。これはここでスケールを選択していないからです。単純な4つ上げという風になるからです。これをちゃんとメジャーにして黒鍵のところは歌わないように設定をします。するとこんな風になります。風に帰ろう。はい。微妙にはチューニングが合っていませんので、若干おかしいところはありましたが、このように3度のハーモニー、半音で言えば4つ上げということになりますが、そういうハーモニーをここで作ることもできるわけです。最後の語尾がおかしかったようなところは、ここでどれだけストレートに歌わせるかというのをタイトネスで決めることによって、あまりビブラートのかからないような音符を作ることができるというわけです。また、ホルマントも変えることができますので、ここでちょっと声の質を変えてしまうこともできます。ハーモニーなんかのところでここらをいじるとあまり大きくすればお遊びみたいになってしまいますが、若干ホルマントを変えることによって変わった声質でハーモニーを作ったりもできます。そして今日のお話の
一番の要点なんですけれども、このグラフィカルモード。これをやると、このように、はじめは何も表示されていません。一度だけ聞かせば、ここに読み込みをしていくようになります。再生します。風に帰ろう。流れのままに。立ち止まることなく。人に幸せを。はい。このように読み込みができました。この辺の操作性もとってもよくできています。上にいろんなツールがあるんですけれども、これは数字の1234のキーに対応しています。1押します。2、3、4、5、6、7。1から7まででツールを選択できます。この1個目の矢印ボタンはピッチを上げ下げしたりするときに使います。この赤のカーソルは DAW と連動しています。風に帰ろう。はい。このようにピッチを補正できるわけです。帰ろうというところですね。帰ろう。こういうふうにしてピッチ編集もできます。そしてこの隣のツールです。このように書くだけでピッチが移動します。こういう感じですね。これもちょっと今まででなかったようなツールです。そしてその隣がとっても面白いツールで、今までのピッチ補正ソフトでは見られなかったようなところです。例えば、ここですね。ここでビブラートがかかっていますので、このような形になっていますが、一つの音程にしたいとき、これ二つが上に上がっていますよね。こういうときに、こっからここまでは全部ここだよというふうにすると、このようにピッチを揃えてくれます。これを押すと、パンと押すだけで、この三つに分かれているブロックを一つにしてくれます。いわゆる結合というやつですね。そして、この3番目のツールをすると、こんなことができます。例えば、これは、ソの音からドの音まで、エレベーターのように音を上げるということです。どんな風になったか、ちょっと見てみましょう。流れのままに、立ち止まり。はい。まあ、そんなに使うことはないと思いますけれども、ダンスミュージックなどでちょっと変わった効果を出すために、もっとオクターブぐらい上げてみましょう。流れのままに、立ち止まり。すごく面白いですね。そして、隣のツールは、チューニングツールと呼んでいます。これで、はい、見てわかりますでしょうか。下にやると、その範囲の振り幅が、均一になります。いわゆる微妙な揺れを出さないようにするということですね。そして、その横がビブラートのツールです。ここでビブラートを変更します。はい。このように機械的なビブラートができます。そして、これで横に振ると、ビブラート幅がこのように変更できます。ビブラートの形状はここでも選択できます。はい。
このように尖った形でビブラートをかけることもできます。ちょっと聞いてみましょう。流れのままに。はい、こんなことができるわけです。あとは、これはハサミです。ハサミはやはりショートカットで覚えるのがいいと思うんですけれども、このようにして T のキーを押すとこのモードになって、ここでこのようにどんどん切っていくことができます。そして、その隣はグルーツールです。いわゆる結合ツールですから、このようにマウスを持っていくと前後でひっつけてくれます。これにまたひっつけるときはこうやると後ろがひっついていきます。もしくは、このように全体で選択しておくと、ここで全てが一つにつながります。その時にピッチは押した方につながります。Z で戻します。例えばこちらの前の方を選択するとこちらに合います。このようにしてピッチを結合していったりすることができるようになっているわけです。そして普通で言えばコントロール Z というのはコントロールは押さないで Z キーで戻っていくことができます。はい、このようになります。そして、いろんなショートカットキーなんですけれども、1から7のツール選択は説明しましたが、ここが F ってなってます。これはホルマントツールです。F を押すと、例えばちょっとここだけをしゃがれた感じにしたいとかいうような時は、ここで、このように上げます。これは音程が上がったのではなくて、ホルマント自身が変わったということになります。先ほどやりましたビブラートなんかは、ちょっとこれでもう一度ひっつけておきますね。はい。このようにしてビブラートをかけるときに、こうですね。こうやって、そしてプレディレイもかけれますので、ここでこうすると、かかり始めを変えることができます。そして、フェードアウトとか、後ろ、これは後ろですね。フェードイン、フェードアウトの部分をこのように変えて、そういうようなことが、ここで細かく設定ができるようになっています。例えば、いろいろいじってしまって、わからなくなったときは、この部分をこのように選択しまして、デリートボタンを押します。そして、ここから再生をすると、必要な部分だけもう一度読み込み直してくれます。流れのままに。はい。このようにですね、これもピッチを今のように変えておいたりとか、それによって読み込んだ形が変わりますので、このようにホルマントが変わっている部分がありましたら、このようにホルマントを戻したりできます。この時に、スケールに合わせて動くようになっているんですが、シフトキーを押しながらやると微妙なところが、このように、合わせられることができます。ホルマントを調整できるので、ここだけちょっとかすれた声にするとか、そういうようなことも可能です。何せ切ったりつけたりしながらやれば、どんなところにも音程を持っていくことができるということになります。今までメロダイン一辺倒で僕もやってきましたけれども、なかなかわかりやすいピッチ編集ソフトということで、これからも使っていこうと思いますし、たまにはこういう49ドルのようなキャンペーンが行われるなら、メロダインまで手が届かない人にとっては、とっても求めやすい価格のプラグインになっていくことでしょう。このソフトには、スケールを分析するソフトもおまけのようについています。これを使って分析をすると、キーなどを検出するのが苦手な方は、
とっても便利に使えます。そして画面下のこの Send to BX Crispy Tuner というボタンを押すと、この結果を転送できることになります。これも便利に使ってみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。